今日は町という字を書いてみましょう。まず一画目はこの辺りから少し寝かせるように短い左払いを書きます。二画目はこの辺りから一画目よりも少し縦気味の左払いを書きましょう。三画目は二画目のこの辺りに触れて縦画を書きます。四画目はこの辺りから少し右上がりの短めの横画を書きましょう。五画目は四画目のちょうど真ん中を通る縦画を書きます。六画目は四画目よりも少し、長い横画を右上がりに書きます。でも書き終わりは四画目と揃えるといいでしょう。七画目はこの辺りから右上がりの短めの横画を書きます。ほぼ四画目と同じ長さで書いていきましょう。八画目はここから縦画を書きます。九画目は八画目の書き終わりを通る横画を少し跳ね上げるように書いていきましょう。十画目はこちらにできたスペースのこの辺りから横画を書きます。十一画目はこの辺りから十画目よりも少し長い横画を書きます。十二画目は十一画目のこの辺りに触れてまっすぐ降りてきて一旦止まって跳ね上げて終わりましょう。ポイントとしては行人弁は一画目の書き始め、ここに壁を作ります。で、壁よりも二画目の書き始めが右に出ないように書いていきましょう。で、払い先、一画目と二画目の払い先のベクトルが違うように書いていくのも抑揚をつけるためのコツです。あとは真ん中のパーツ、土が2つ重なってますけれども、これは辺と同じように書いていきましょう。横画は右上がりになるように書いていきます。で、あとは中心をしっかりと揃えていきましょう。で、この書き終わり4画目、6画目、7画目、9画目の書き終わりはライン上に乗るように書いていくといいでしょう。そうすることで最後のこちらの行構えのこちらのパーツがしっかりと入れていくことができます。で、最後はここにこういうアーチができるように書いていくと、より抑揚のついたバランスの取れた字に書いていくことができます。